んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。最近では新型コロナでいろいろなニュースがテレビで飛び交っていますね。それを聞いた時にあなたはどう感じていますか？政府はちゃんとやってくれてないっていう不満や怒りはありませんか？それはどうしてでしょう？本当に政府はちゃんとやっていないんでしょうか？もちろん初めてのことですから、政府もいろいろ迷って完璧にはできないでしょう。これは当たり前のことですね。そして実際にあなたを困らせているのは政府ではなくてウイルスですよね。だからウイルスに対してあなたも何も影響がないということはないはずで、あなたの生活にももちろん影響が出ています。それは政府のせいではなくてウイルスのせいなんです、という理屈を聞いても、やはりでもでもっていう声が頭の中で響きませんか？これが感情脳なんですね。感情脳は自分の生活が自分の思い通りにならないととても怒って誰かのせいにしたいんです。ウイルスのせいにはできませんから、政府のせいにしたいとか、いろいろな外側の誰かにしたいんですね。これは感情脳の仕業ですから、これを何とかしなければいけません。それは実はあなたが子供の時に親に対してどうして自分の思い通りにやってくれないのっていうふうに怒ったことがあり、その怒りが影響してるんですね。感情脳というのは子供の時に形成されるので、その時に思ったことが現在にも影響しているんです。ですから今日のテーマはこの親に対してどうして思い通りにさせてくれないの、どうしてちゃんとやってくれないの、どうして私の邪魔をするの、というような思いを変えていこうと思います。いいですか？いつものようにあなたはこれから目を閉じて、自分が6歳の子供だと思って、そしてそこへ2025年か2030年のとても大人になった未来の自分が会いに来ると思ってください。では目を閉じましょう。あなたは今6歳の子供です。今とても不満に思ってるんです。お母さんが遊ぶのを止めたとか、テレビを見るのをやめさせたとか、お外に行くのを止めたとか、お父さんが遊んでくれないとか、お父さんがもう寝ろと怒鳴ったとか、そんなことであなたは怒りを感じています。どうして自分の思い通りにさせてくれないの、どうしてお父さんお母さんは自分が思っているようにやってくれないの、そしてこんな親は不十分だ、不完全だと思っているんです。そんなあなたの目の前に未来の自分がやってきました。あなたはこれから未来の自分が言うことを聞きます。私が未来の自分の代わりに言います。あなたは親にいろいろ指示されることが嫌なんだね、自分の思い通りにしたいんだよね、まだ遊んでいたいし、お外に行きたいし、自分の思い通りに好きなことをやっていたいんだよね。それなのにそれを止める親は悪者に思えるんだよね。あなたの気持ちはよくわかるよ。あなたは元気いっぱいで外で遊びたいとか、お家でもっとテレビを見たいとか思っているんだよね。でもね、お父さんお母さんは意地悪でそれを言ってるんじゃないんだよ。あなたを守るためにそれを言っているの。あなたがきちんとした生活ができるようにあなたに注意するの。だからお父さんお母さんの言葉を素直に聞こうね。
あなたには全部の事情がわからないんだよ。だからあなたは不当に制限されるって思っているかもしれないけど、それは間違いだよ。ずっと未来から来た自分にはそれがわかるから、あなたに教えに来たんだよ。あなたはそうやって守られているの。だから周りを信頼していなさい。あなたも少し辛抱しないといけないよね。あなたはとても愛されているから、守られていて、そして注意を受けているの。だからお父さんやお母さんの言うことに従おうね。未来の自分もあなたをしっかり守っているよ。だから安心してちゃんとお父さんやお母さんの言いつけを守ろうね。大丈夫だよ。あなたが大好きだよ。いかがでしたか？ちゃんと6歳の子供の自分はん？ってにっこりできましたか？これがちゃんとにっこりできれば、あなたは落ち着いて政府の指示に従えるでしょう。感情の爆発を避ければ、ちゃんと理性で考えられて、そして何が正しいかがちゃんと分かるようになります。あなたを困らせているのは政府ではなくてウイルスだということが分かるようになりますよ。そしたらもっと大人になれますよね。ではまた次回。